か共演層へ遊びに行くって勝利が言ってたよな。今日は特に用事もないだろ。共演層に行ってみないか。もしかしたら会えるかもしれないぞ。 Right. So, yeah, just as I suspected, part four is about we'll be visiting Wutao at this village. So let's not waste any time. This should probably take about an hour, and this is most likely an epilogue. Haven't found all the treasures in this new area though. But I'll take my time. I mean, I'm not in a hurry. What? I heard it too.時間がたっぷりあるし、見に行ってみるか。 You and Paimon make your way up the mountain in search of the source of the shouting. As far as you can make it out, it's almonds, dates, and cocoa paste. Sounds delicious, that's for sure. The lively voice invigorates your steps and you ascend the mountains in no time. Okay.Navia and Chlorine! こいつらって、Navia にクロリンで？あら、相棒とその仲間じゃない。ね？今日旅に出たら絶対いいことが起こるって言ったでしょ？スチームバード新聞の占いコラムってたまにすごく当たるのよね。Navia の運がいいのだろう。あんたたちもリーウェのお祭りを機に旅行へ来たの？怪盗祭を祝して。怪盗祭、いい仮説だな。And to you. 怪盗祭を祝して。でも、旅行って言っても、なぜ山の中にいるんだ？ここには誰もいないぞ。それに、さっきオイラたちが下で聞いたあの大声。もしかして、あれってナビアだったのか？おお、あんたたちさすがね。だいぶ遠くにいたみたいなのにちゃんと聞こえるなんて。いやいや、オイラたちの耳がいいっていうよりナビアの声がでかかったんだぞ。まあね、なんたって私はボスだから。確かにメリットと言えなくもない。そうだな、声がでかけりゃコミュニケーションも取りやすいだろうし。って違う、気にしてたのはそこじゃないぞ。オイラが聞きたかったのは、なんで誰もいない山の中で大声を出してたのかってことだ。アンニーンとか、バブルオレンジとか、まさか何かの暗号か？いや、暗号ではない。ただの無意味な言葉だ。クロリン・ペーブ・ウェン・ゲンシン。有意義な叫びよ。山を登る人ってよくこうするじゃない？困難を乗り越えてやっと頂上にたどり着き、目の前に広がる美しい景色を眺める。で、大声を出して発散したくなる衝動を抑えきれず。 I see. So it's not what you were shouting that matters, but the act of shouting itself. そうそう、さすが相棒、わかってるじゃん。それに迷惑にならないか行営層の人たちに聞いたら、みんな大丈夫だって言ってくれたの。登山客は誰しも頂上で叫ぶのが好きだから、みんな慣れてるんだって。あとほら、人生で何度かは山の頂上で叫ばなきゃでしょ。人によるんじゃないか。私はそう思わない。ストレスを発散するために無性に何かしたくなることってないの？いや、私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら狩りに行けばいい。Different people have different way of dealing their stress. 確かにいい方法っぽいぞ。何を狩るかは
気分次第だがな。え？Anyway、あんたたちも叫んでみない？内容は何でも OK、 適当で大丈夫、ストレス発散になるから。おいらは別に毎日食べ物にも寝るところにも困ってないし、発散するようなストレスがないぞ。 And I prefer to keep things bottled up. Really? それって恥ずかしいから理由を作って逃げようとしてるだけじゃない？ほら、そんなに気張らなくていいって。さっきフリーナもやってたんだから。フリーナ was shouting from the top of this mountain as well? あ、今の聞き間違いじゃないよな。フリーナも共栄層に来てるのか？自分の耳を信じていい。聞き間違いではない。実を言うと、この山に登ったのは、誰かの叫び声を聞いたからなんだ。そう、誰かが助けてくれとか、どうすればいいんだって叫んでてね。それがぼんやりと聞こえてきたもんだから、私たちも急いで山に登ったの。あ、そしたら顔を真っ赤にしたフリーナとばったり会ったのよ。私たちを見るなり一目散に山を降りてったけど。ああ、思い出した。あの時フリーナ様が叫んでいたのは、助けてくれ、台本はどうすればいいんだ、だったな。なんて叫んでたかはっきり聞こえてたの？どうして早く言ってくれなかったのよ。本当に誰かが遭難したのかと思ったじゃない。どちらにせよ、ここまで来て状況を確認する必要はあったろう。それとあの方のメンツのことも考え、あえて言わなかった。どうやらストレスを発散してたらお前たちに見られちゃったみたいだな。異国で知り合いにばったり会うなんて、フリーナはおそらく、いや全く予想もしてなかっただろうな。多分そうでしょ。来る途中ヌビレットさんに会ったけど、その時はもう帰ろうとしてたし、一緒に行動してるわけじゃないと思う。Oh, Nubile's here as well? Nubilet まで行栄層に来てたのか？ So many people from Fontaine. Nubilet は何しに来てたんだ？まさか旅行ってわけじゃないよな？旅行なんじゃない？たった半日で急いで戻ったって聞いたけど、本当忙しい人よね。あの方はほとんど休暇を取ったことがない。半日空けただけでも称賛すべき大進歩だろう。I mean, from シャルロットがリールの茶葉に関する記事を新聞に載せたでしょ。Yeah, ヌビレットさんもクロリンデと同じで、あれを見て茶葉を買いに来たんじゃないかしら。私はそういう理由で来たわけではない。ナビアに誘われたからその付き添いだ。茶葉を買うのはついでに過ぎない。フォンテーヌ人は本当にお茶が大好きなんだな。いや、私が飲みたいわけではない。この間、公爵との賭けで負けてな。その景品として何か贈る必要があるんだ。Seems like a fitting gift. ただの口頭での賭け事に過ぎないがな。公爵は気分で賭け事に興じるところがある。具体的に何を勝ち取ったかなどほとんど気にしない。道端のミントを積んで、それを渡しても構わないだろう。だから適当に何か買ってあげればいい。はあ、取引に対してもそのくらい適当だったらよかったんだけど。そういえば、あんたが買ったあの茶葉、ここの特産品なんでしょ？名前は確か、ヌビレットさんが教えてくれたんだけど、何だったっけ？サンローティー？そうそう、それ。まさか、10巻買ってたりしないよな。そんな罠にかかるように見えるか？あ、そういえば私の声を聞いて登ってきたんだよね。あんたたちのスケジュールを狂わせちゃったりしてない？あ、そうだ、フータを。いや、実は友達が行栄層に来るって聞いて、オイラたち今日はその様子を見に来たんだ。
もしかしたら会えないかなって思って。あら、つい話し込んじゃった。あんたたちの時間を奪っちゃってごめんね。お、ハムダン。ならよかった。じゃあ、そろそろフータを探しに行くか。ああ、私たちのことは気にしないでくれ。まだ登ったばかりだから、もうしばらくここにいる。先に友達に会ってきたら、後でまた機会があれば、行栄荘で集まりましょう。楽しみに登ってみ。うん、それじゃあオイルたちは先に降りるな。また後で。 Oh, we're literally in the PSA. Oh, we're just gonna meet people from other region over here. But then again, this event is most likely...You see what I'm seeing? 行栄荘といえばお茶。お茶といえば蔵王茶だよな。蔵王茶の時間は長いってガミンが言ってたし、この時間でもまだ点心って食べられるかな。 Afternoon tea might be more appropriate at this point. 午後だろうと午前だろうと関係ないぜ。どうせ天心を食べることに変わりないんだからな。この辺りに、なんかうまそうなもんはないかな。え？ Guess what? 間違いじゃないよな。フータオと勝利の間にいるのってフリーナじゃないか。 Yeah. What a sight. あのさ、What a sight. 一体話をしてるんだ。勝利は博識だからフリーナに行栄荘のことを紹介してたり。ああ、もしかするとフータオがフリーナを呼び止めて往生堂の営業をしてるのかも。 Wanna make a bet? なんでお前まで賭け事を始めるんだよ。まあでもお前が海鮮がゆ大盛りを3杯かけてくれるなら付き合ってやってもいいぜ。勝利がいるなら話を変な方向に進めないはず。決めた。オイラは勝利のガイドにするぜ。 Then I vote for Hustler Hotel. よし、善は急ぐだ。早速答えを聞きに行こうぜ。Go! Really? Nande oira made ogoe o dasu you ni natte nda? Oya! You literally pulled a surprise motherfucker right over there. Nanto ma tsugi kara tsugi e to. Jizen ni yakusoku o shite inai to iu no ni, koushite futari ni aeru to wa jitsu ni en ga aru. Eh? Masaka Shouri sensei to Futa o mo旅人と知り合いなのかい？ Whoa, 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 whoa. Did Furina just call Jiongli Sensei? ほほー、勝利さんの真似が上手だね、親友。後半、ここで旅人に会ったのは確かにちょっと驚いたけど、君たちは国々を旅する英雄だから、その足跡を残す範囲が多いのも十分うなずける。では、水の潤沢なこの地で僕からの祝福を君たちに捧げよう。怪盗祭を祝して。つまりお前たちはフォンテーヌの地に足を踏み入れたのか。いや、旅人は数々の縁を結んできた。フリーナ殿のような名高く輝かしい大スターと知り合いであるのも不思議ではないな。そんな大げさな。まあでも褒めてくれてありがとう、勝利先生。ただフォンテーヌでいささか人気を集めていようと名声など取るに足らぬものだ。今の僕は美しい景色をいくつも眺め、アイデア探しの旅に出ているただの旅客に過ぎない。さっき話してた時に思ったけど、この往生堂の格系絶対に一般人じゃないぞ。あれほど物知りで見聞も広いのに、フォンテールで起きたことを知らないわけがない。
もしかして僕のメンツを立てるために知らないふりをしてくれてる。この子の何言ってんの。ただの旅客だなんて、この同士はそんな自己紹介認めないからね。まさかフータオまで。ねえ親友、聞いてよ。そのフータオ、フリーナは私のお客さんになったんだよ。そうなんだ。She's Hustao's esteemed client. はいはい、わかった。お前の勝ちだぞ。靴底に隠しといたへそくりを出すしかないか。おい。勝ちって何が？あなたたち、まさか私で賭けをしてたわけじゃないよね。Well, it was Paimon's idea. 違うだろう。実はさっき、お前たち3人が立ってるのを見て、何の話をしてるのか当ててみようぜってなったんだ。ほほう、なるほど。つまり、私がフリーナに往生堂の営業をしてたことを親友は見抜いてたってわけね。そりゃそうだ。私たちの仲だもん。それでパイモンはどう思ってたの？勝利がここに来たばかりの人のためにガイドをしてるのかなって。来たばかりの人って僕のことかい？いや、それならパイモンの推測もあながち間違いではないな。お、ああそうだね。勝利先生は確かに行栄荘一帯で眺めのいい場所を紹介してくれた。ほら見ろ、オイラの予想も当たってたぞ。 That means it's a draw? 正しかったんだから勝ち負けなんてないよな。 Fine, keep your secret stash then. おいおい、そうしょぼくれるなんて。じゃあこうしようぜ。お互いに海鮮粥をおごるってのはどうだ。オイラがお前に一杯おごって、お前がオイラに一杯おごるんだ。賭けは3杯だったから、あと一杯は…シェ？この同種に関係する賭けなら私にくれない？大きな商売が成立したお祝いにね。I'll buy you a bowl anytime you want. 冗談冗談。往生堂はちゃんと利益が出てるし、むしろ私が吉日を選んでみんなにおごってあげないと。わあ、あれこれ話してて肝心な部分を聞き忘れるところだったぞ。フリーナ、お前、なんかあったのか？ん？何のことだい？つまり、往生堂が必要ってことはさ、つまり…ああ、そうだよ。で、She's definitely… 嘘だろ？She's definitely talking about some…She'd be like, hold up! Wait a minute. なんだい？何を考えてるんだよ。え？違うのか？普通、往生堂って言えばあれのことだろ。 Let Furina explain herself first, buddy. 僕の状況は君たちも知っているだろう。周りに葬儀を手配する必要のある人がいたかい？ Let the woman talk, buddy.フータオに頼んだのは、英で使う道具の用意さ。この間、リーユエで出版されたホラー小説を読んだんだけど、その内容が実に素晴らしいものだったんだ。今でも毎晩、明かりをつけないと寝られん。いや、重要なのはそこじゃなくてだ。とにかく、大スターのフリーナが再び舞台に戻ったからには、必ずやフォンテーヌの劇と英英業界に新たな聖戦をもたらすだろう。 You might even call it a breath of fresh tea air or? ほう、なかなかいいキャッチコピーだ。メモしておこう。宣伝用のポスターに使えるかもしれない。はい、そういうことだったんだな。じゃあ、今回フリーナがリーユエに来たのはわざわざ往生堂を訪ねるためだったのか？それはちょっと違うね。もともと僕は
外国の景色でも眺めて気分転換をしようと思ってたんだけど、そこで運よくフータオと勝利先生に出会ってね。これぞまさに運命の導きと言えるだろう。ああ、確かに良い縁だ。勝利さん、はぐらかさないの。私に言わせれば、道を訪ねてきたあの人に感謝しないと。ん？誰のことだ？君たちも知っている人だから当ててみるといい。一発で当てるなんて。I mean, it's pretty much obvious, right? 今日の推理力は神がかってるね。You tell everyone about your encounter with Navia and Claudine at the top of the mountain. One look at the pitiful expression of Florina's face is enough to convince you to leave out of the part about the shouting. まさか、ヌビレットが道に迷うなんて思わなかったぞ。意外だね。僕だって一人で来れたのに。僕が来た頃には彼はもう帰ろうとしていたよ。フォンテーヌ邸へ戻るのに最短のルートを聞いていた。そうそう。まあこの付近の山道は入り組んでるし、遠回りしたくないのもわかるよ。For him though, swimming would be probably the fastest route for of them all. それでフータオは道を教えてやったのか？もちろん。この道主は一応案内人の端くれだからね。方向感覚は抜群だよ。でもあなたたちの友人だけど。え？どうかしたのか？彼ってあんまり人付き合いが得意じゃないんじゃない？ No, he doesn't. ああ、道理で。背筋をピンと伸ばした歩き方と、あの几帳面な言葉遣い。とても休暇できてるとは思えなかったもん。往復の移動を含めて半日だけだろう。彼以外誰も休暇だとは思っていないだろうね。どうやらその紳士は日頃からかなり多忙なようだな。明らかにそうでしょう。勝利さんは見てないけど、休暇だっていうのにあの人、会議に出席する責任者みたいな服装だったんだから。そうだったのか。え、勝利はヌビレットに会わなかったのか？あいにくな。Oh, okay. ちょうどその時同志とフリーナ殿の打ち合わせがはかどっていた。業務のこととなると長引くと考え、二人のために茶を取りに行っていたのだ。残念だね。あの紳士、言葉遣いは硬かったけど、勝利さんと気が合いそうな感じだったよ。うん、そうか。Judging by how Zhongli is acting and taking into consideration Nubile's true identity,Would Zhongli have been avoiding him on purpose? どうした？ Oh, I see. It's truly a pity. フリーナ殿の言葉を借りれば、これも It's very high likely that Zhongli is avoiding Nubile on purpose. 大丈夫さ。旅人がいれば、いつかは知り合うことになるだろうしね。それもそうだな。こいつは誰よりも友達が多いし。I'm good with people. ああ、まさにその通りだろう。あ、そうだ。もし機会があったら、君からヌビレットに言ってあげてよ。彼が数日いなくたって、パレメルモニアは通常通り稼働する。ずっと室内に閉じこもってる必要はないんだってね。水の中の貝だって、たまに殻を開けて新しい水を入れないといけないんだからさ。ルールのことが心配なら自分で休暇申請を書いて自分で審査を通せばいいじゃないか。 Well, that does make sense. もしかしてヌビレットさんってお偉いさんなの？ He's the fair and impartial Eudex of Fontaine, head of the highest court in the land. いやー、この同士の経験から言うと、上に立つ者にとって大事なことは2つ。物事を自分の思うように進められることと、傾聴緩急を正しく見極められることだと思うんだ。だからその友人にはまだまだ伸びしろがあるってことだね。伸びしろ？僕の覚え間違いじゃなければ、
ヌビレットは少なくとも1000歳を超えてるんだけど。ああ、そうだね。フードの言う通りだ。おや？はい。旅人、フリーナ殿。あちらの二人は知り合いなのではないか？ナビア and クロリン。あ、ナビアとクロリンでだ。おーい、こっちこっち。リベピープルミーティングフォンテニエピープル。話が盛り上がってるみたいね。ヒット。私たちも混ぜてちょうだい。お邪魔ではないだろうか。おやおや、このお姉さん随分と礼儀正しいね。でも遠慮はいらないよ。旅人とフリーナの知り合いから。Last year it was monster people meeting people from Yue. This year it's Fontainebleau and Yue. Everyone circles around you and begins to introduce themselves.Utao's eyes light up when she hears about Chlorine's profession. But a quick explanation from Furina and Navia seems to dispel some of her more misguided ideas. And it's already evening. 時間が経つのって早いね。暗くなる前に船に乗って帰るなら、そろそろ出発しないと。ああ。では、フリーナ様。うん。僕のことかい？はい、お帰りのご予定はついでにお送りいたしましょうか。そんな面倒をかけるだろう。それに君はもう僕の部下じゃなくなったわけだし。いえ、そういう意味ではありません。外で友達と偶然会ったら共に家に帰らないかと誘うのは普通のことではないでしょうか。ここはほとんど山道だし、暗くなったら余計分かりづらくなっちゃうでしょ。そうそう、まるで怪奇小説に書いてあるみたいに。ウタオ、are you trying to scare her? 迷路のよう、ポツンとある子や人おらず、門前立つは明ろうそく、風がないのに揺らいでる。ウタオ and her antics again. Sheesh.And you scared Furina off. もちろんです。プププ、フリーナってば、本当面白い子だね。そういえばさっきの話だと、クロリンデって昔、フリーナの部下だったんだ。もしかしてフリーナももともと、お偉いさんだったり？それは、もう昔のことだから。上に立つのは辛いよ。僕には向いてない。僕は今のように気ままに行動して、自由という名の新鮮な空気を吸ってる方が好きなんだ。なるほど。いや、フリーナー now wants freedom。 確かに休息に適した場所だ。 Well, have you all had a good time? ああ、もちろん楽しかったとも。それに勉強にもなった。フータオと勝利先生にはとても感謝しているよ。もう何回お礼を言えば気が済むの？そんなに気を使わなくていいって。そうだ、今度来た時に町でザオ茶をおごってあげる。ザオ茶ってお茶会みたいなものかい？うん、だいたいそんな感じかな。 In a way, yes. お茶があって天心があって、みんなで卓を囲いながら気が済むまでおしゃべりするの。へえ、いいねそれ。楽しそうじゃないか。ドンロンスーとハスの花パイは絶対に注文した方がいいぜ。いい匂いがするし甘いから、フリーナもきっと気に入るはずだぞ。うん、じゃあ次に会うのを楽しみにしているよ。ところでお前たち旅行に来たっていうのに、なんで手ぶらなんだ？ You're not bringing home any souvenirs? もちろん持って帰るに決まってるでしょ。面白い小物をたくさん買ったんだ。タコに紙の傘、それから飛び跳ねる鉄のカエル、あと小さな芸獣のぬいぐるみ。スタッフトイ？あんまり買わなかったけど。まさか茶葉しか買ってないのか？いや、あとお茶味のキャンディーをシグウィンさんへのお返しだ。クロリンではいつもこうなの。物欲があんまなくって。
ああ、ナビアと差し引いたらちょうどチャラになる。先に言っておくけど、私別に無駄遣いはしてないからね。今日のショッピングだってちゃんと予算内に抑えてるし。Okay, what about you, Furina? 僕？茶葉は当然買うべきだろう。あとスチームバード新聞に載ってたおすすめも全部試しておくべきだし、あとはあれとこれ、それからどれも使えそうなものだだろ。 So you fell for a few marketing traps then? あれ、そうなると余計わかんないんだけどさ、買ったものはどこに行ったんだ。まさかリネのマジックポケットを使ったとか。ああ、それはすべてヌビレット様が持ち帰った。Oh. あ、なるほど、そういうことだったのか。ってなんでだよ。どうしてあいつが持って帰ったんだ。宝物でも集めてんのか。パイモンってば想像力が豊かだね。ヌビレットさんは私たちの荷物が多くて不便そうなのを見て、フォンテーヌ邸まで持ち帰るって言ってくれたの。Oh. 最初はちょっと申し訳なかったけど、だって結構たくさん買っちゃったし。仕事が終わったらお土産をメロピデ要塞まで届けるのを手伝うともおっしゃってくれた。ヌビレット様は約束を守るお方だ。そうおっしゃったのなら最後まで責任を持ってやり遂げるだろう。ほら、クロリンでもこう言ってる。彼の頼もしい部下がここまで言うんだから、私もついでに頼むことにしたの。へえ、まさかそんなに優しい人だったなんてね。見た目ほどお堅いわけじゃないんだ。ああ、うちの往生堂にもそんな風に責任感があって、用意周到で積極的に動いてくれる人がいたらいいのにな。ね、勝利さん。ああ、確かにな。そういえばクロリンデがこう言ってたよな。ヌビレットが仕事を終わらせた後、お土産を公爵のところまで届けてくれるって。あとでメロピデ要塞の入り口に行ったらお土産を届けるヌビレットに会えるんじゃないか。あー、でもあいつがいつ行くかは分かんないけど。Let's just head over there and look for him. Wendy! Let's just look for him. I think that's the final part of this entire story quest. But to be real, this feels more like an epilogue rather than part of the event story quest. This is just practically fan service of, oh, we're just gonna let the people from Lye and let the people of Fontaine have a conversation with each other or some kind. So don't be surprised if Genshin keeps doing this kind of a thing in future events. And as a matter of fact, right, the next event where it involves, I'm pretty sure it'll be, it's very likely that it's going to be regarding the Windbloom Festival, which takes place in Mondstadt. So I won't be surprised that there will be a collaboration between Mondstadt and Fontaine. But how are they gonna pull that kind of stuff? I'll let Genshin handle that. Miro, Nubiletto da! Yappari ita na! Kimi tachi ka? Hisashii na. Koko wa hitodori ga sukunaku, totemo shizuka da. Shigoto ga hayaku owatta yue, koko wo sanpo shite ita. Hayaku owatta tte? Nubiletto!お前、いつもこんな遅くまで働いてんのか？正確に答えるとなると、日々のスケジュールにもよるが、私には時間がたっぷりとある。早くとも遅くとも大差はない。あ
時間がたっぷりあるってんなら、なんで行営層にはたった半日しかいなかったんだよ。ふむ。まず時間がたっぷりとあるというのは、命の長さから見たものだ。次に、行営層に行ったことを君たちは知っているのか。You give the relay a quick summary of everything that happened today. なるほど。説明に感謝する。So, did you deliver the gifts? ああ。もう届けたから安心してくれ。我らが決闘代理人は本当に大したもんだな。あんたをここまで来させたのが、ただの配達のためだったとは。ただのついでだ。気にすることはない。ならよかった。クロリンデさんがわざわざ購入してくれた茶葉とキャンディーは、メロピデ要塞が確かに受領した。口頭で確認が必要なことだろうか。些細なことゆえ、そうかしこまることない。そうかい。それにしてもこの茶葉の山、彼女の手土産ってどれもこんな感じなのか。ちょっと多すぎて受け取るのに気が引けるな。ああ、それはすまない。一部は私が買いすぎてしまったものだ。 Your own excess? どういうことだ。10巻で半額だったのでな。そういうことか。なるべく早く飲み切ろう。ああ、感謝する。それともう一つ、君に渡すものがある。ウィリーのヴィレッ。これは、ウィリー。模様の刻まれた石板。ストーンスリップ。English with a symbolic design? その言い方も間違いではないが、より正確に言うと、これは宝典だ。ほう、宝典。うん。紙とペンがなかった時代、人々は石板に刻むことで全てを記録していた。法律も例外ではない。なるほど。古来より人々は審判の公正と公平を象徴するものとして天秤を使ってきた。故に私も文字の代わりにこの模様をあしらってみたのだ。最初の法典を模倣したこの工芸品はある種のオマージュと言える。こたびの出先において路上で陶芸体験の屋台を見かけたため、試しに少しやってみたのだ。前にクロリンデと冗談を言い合っていた時、君に法典を送るという話をしていただろう。それがこれだ。ああ、あの冗談か。ああ、まさか君も覚えていたとはな。この贈り物はなかなかウィットに富んでいるだろう。ああ、そうだな。それに、さすが我らが最高審判官って言ったところか。お気に入りの冗談も法に関係するものだとは、全く感服する。それほど深い意味を持つ代物だ。メロピデ要塞の保管庫でも真ん中に飾るべきだろう。いや、そこまでする必要は。冗談だ。俺は保管庫なんか持っちゃいないさ。ま、物置ならあるがな。これは看護師長がコレクションしてるマシナリーのパーツの横に置いておこう。ああ、そうしてくれ。じゃあ、行営層に行ったのはそれを作るためだったのか。うむ、その通りだ。もちろんそれだけでなく、現地の山の泉水を飲むためでもあったがな。あの後味は以前フォンテーヌに送られたものより純粋なものであった。したがって長距離のウィンは道中にある他の思いを水に混入させてしまう恐れがあるということだ。本来の味を楽しむためには、ふむ、確かに休暇を取ってさまざまなところを渡り歩く必要がある。
As they say in Liyue, a balance between work and play is sure to keep your troubles at bay. 君までそういうのであれば、どうやら私のこの考え方は間違っていないようだ。たく、自分を休ませるためにわざわざ理由を作らなきゃいけないやつなんて初めて見たぞ。時間がたっぷりあるんだから何したっていいんじゃないか。ああ、君の言う通りだ。だが、私は何をしたいのか、これまで特に考えたことがなかった。しかし、先日リーユへの仮説に関する記事をいくつか読んだ折、この目でその光景を見てみたいという考えが脳裏に浮かんだ。そして今朝、ちょうど仕事の予定が入っていなかったゆえ、行動に移したのだ。And how is it? 新鮮の一言に尽きる。ふと思い至っての行動ではあったが、多くのことを考えるきっかけとなった。例えば陶芸品について、土はもともと形のないものだが、水を適量加えれば柔らかくしっとりとし、形を整えやすくなる。水や料理を装う容器がどう生まれたのかを考えたこともなかったが、こうして自ら体験ができた。どうだろうか。これも今日私が作ったものなのだが。え？What's this? Oh wow! What a big battle! スプーンだったのか？首の長い怪獣かと思ったぞ。確かにそのような芸術的な意図も込めてある。Well, it's amazing. 本当だろうか？これを良い品と？正直に言うと、今日まさか君たちに会うと思っていなかったのだ。故に何も用意をしていなかった。リーウェの仮説にあたり、人間社会のマナーでは新年を祝うためのプレゼントを用意すべきだという。もしよければこれを受け取ってくれないだろうか。 Can I really keep this? You made it by hand and everything. だからこそだ。受け取ってくれたら幸甚だ。 Then I accept.ああ、どういたしまして。回答祭を祝して。 Oh, that reminds me. You pass along the advice for Nubilet's vacation. 自分の休暇申請を自分で通すか。自堕落の渦に陥ってしまいそうで、かえってルールに背いてしまいそうだ。だが、うむ、承知した。これまでプライベートで出かけたことはあまりなかった。仕事のスケジュールが理由の一つではあるが、それだけでなく、もともと人間社会に関わろうと思っていなかったのだ。しかし、人間の世界は確かに興味深いところだと、今はそう思えるようになった。I could have told you that. Yeah, hustle and bustle is literally an epilogue to theVibrant heaviest aloft in spring breeze. So it's practically a three-part event story quest followed up by an epilogue. So, well, that's a little bit weird way of ending the story quest. But then again, part three is the best way to end the story quest. And the hustle and bustle is practically an epilogue. I'm just gonna treat it that way.Because Hustle and Bustle is practically a fan service story quest. That's how I'm gonna see it. But I must say, this is a very good event story quest, because I kind of relate as to what the father and son relationship, because that kind of stuff happens in real life as well. So good for Genshin for trying to take some real life situation and implement it into the event story quest. So I really hope that in future story quests, the event wants to be precise. They keep bringing some real life situations and then implement them in the story quest.